い、この豪華なピアノ、ピアレスピアノ完成いたしました。さすがにね、100年以上は経ってるピアノですのでね、弦交換とかね、すべてさせていただきましたけど、やりごたえのあるピアノでしたね。外装は、塗装まではしてないですけどもね、こう長板のあたりとかペダルのとことかね、上の方の長板も綺麗になっておりますのでね、はい、はい、音とタッチもねすごく良くなりましたのでね、鍵盤のね手触りも象牙の方漂白しましたので良、くなっておりますしね、まあタッチの方はね、ピアノが届いてから存分に味わっていただくとしまして、音色の方をご確認いただければと思います。昔の、ね、自動演奏ですね、こう紙が巻いてあって、紙に穴が開いてあって、その穴の位置をが反応して鍵盤と、ね、が動いて、音が出るっていう風な仕組みの自動演奏がついてたピアノだと思いますけどもね、その自動演奏の部分が外されて、こういうステンドグラスがね、装飾としてはめられたっていう風な、いつの時代にはめられたのかね、ちょっとわからないですけどもね、そういう形だと思いますね。なのでちょっとね、こう響いたりとかはね、これだけのボリュームのピアノですので、そういうのはね、ちょっとある出てくることはあるかなと思いますけどね。いやー、気持ちいいですね。はい、もうこのピアノはね、もう満足していただけるんじゃないかなと思っておりますね。